はい、こんにちは。100年の孤独をゆっくり、順番を間違えましたけど、トマタトンさんと読むイベントの放送後期です。イベント後期です。こんにちは。こんにちは。これは4回目かな？そうです、ね。イベントとしては4回目。イベントとしては5回目。5回目。ぐだぐだですけども。はい。まあ大体第4章の、まで読んだところで今放送しております。イベント終わりましたけども、いかがでしたか？友田さん。いや、今日も面白かったですね。皆さんのいろんな感想が。なるほどなと。なんか私の読みよりもずっと深い、こう、感想がいろいろ出て、議論も、なんか楽しくできたなと思います。いろんな人の、まあ当たり前な感想ですけどね、いろんな人のこの、感想を聞くと、自分の読めてなかった部分とかがこう浮き彫りになって面白いですよね。うん、そうですね。あとは、あれですね。なんか、繰り返し読んでしまって、もう当たり前に思ってるところが、所読の方には、まあ疑問点として、そういう新鮮に、確かにそれは変なんだよなっていうのが、こう、改めて気づかされたっていうところもありました。確かに。というわけで、またちょっとおさらいをしつつ、宣伝ラジオなんですけども、まずじゃあ、第4章を簡単にまとめて、どんなお話かを教えてください。はい、第4章は、この、マコンドにいる、ホセアルカディ・ブエンディアの一族が作った一族の、まあ、家族がいまして、で、屋敷が、まあ、徐々に家族が多くなったんで、ちゃんと改築しようと。で、お披露目のパーティーを開いて、娘も息子ももうだいぶ大きくなってきましたね、ということで、で、そのお披露目パーティーに、まあ、やってきた、自動ピアノの調律師みたいな、イタリア人ピエトロ・クレスピっていうのに娘のアマランタ とレベーカが恋をする、それがどうなるかっていう話と、あとは息子のアウレリアーノが、村長の娘のレメディオスっていうすごいちっちゃい女の子への恋、まあ、これもまたどうなるのかっていう話と、それからですね、メルキアデスが、死んじゃったりとか、あとホセアルカディオ・ブエンディアがちょっと狂ってしまって木にくくりつけられてしまうって話。まあ、なので、恋の話と、おなじみのこのちょっと変な、ホセアルカディ・ブエンディアとかメルキアデスが、まあ、狂ったり、死んじゃったりとかっていう話。この大きな二つの柱っていうのが、今回、第4章の話でした。結構分かりやすく二つに分かれて、うん、ね、前半と後半にっていう感じでしたね。全体が分かれてました。はい、僕個人の感想としては、前半の恋の部分がですね、なんかこう、普通の話になってしまったかのような感じがして、うん、なんていうんですかね。ちょっとこう、集中力を欠いてしまってたような感じで読み始めたんですけども、ね、まあ後半はやはり、ガルシア・マルケスらしいというか、タッチが戻ってきて、うん、まあその辺の緩急も意識してるのかもしれないし、うん、まあある意味この多様な、作品の中の、まあ、いろんな面白い要素として、そこがこうバランスよく組み込まれてるのかなという気はしましたね。そうですね。まあそんな声も結構ありましたね。うんうんうん、後半になって元の100年の孤独の世界観っていうか、こう、書きっぷりが戻ってきて安心したっていうような感想も結構ありました。トンさん的に、この章の読みどころはどのあたり？なんか私はでもやっぱりアウレリアーノがこの恋に落ちるところっていうのは、いいなと思って、今回も読んでましたけどね。なるほど。はい。じゃあ皆さんの感想ね、参加者の感想なんかを少し、はい、読み解いて、そうですね、まとめていただければなと思うんですけども、はい、なんかこの辺のこの感想は。そうですね。なんか結構いろいろ出てたのは、このアマランタとレベーカの、ごめんなさい、恋っていうのが、うん、まあ、対比できるねと。なんかこう、レベーカみたいに、こういろんな人が助けてくれて、恋が少しずつこう実ってく。のと、うん、アマランタみたいに、こう、誰も、こう、助けてくれる人がいなくて、こう、なんか、羨ましさとか、恨みみたいなのが募っていくような、この対比もあるし、うん、あと、アウレリアーノの、こう、ピラルテルナに助けを求めたりして、レメディウスへの恋をどうやっていったらいいかっていう恋もあれば、こう、女性の、この、うまくいかないくて、土食べてしまうとか、なんか、手紙を書いて、悶々とする、っていう、なんかこう、外に向かうのと、内に向かっていく男女の恋の対比とか、なんか対比っていう言葉を、言われた方も、結構いたな、というのが一つですよね。構造的にその辺は結構読みやすくとか、うん、かなり
うん。わざとやっぱりコントラストがあるように、こう対比できるように書いてるのかなという気はしましたね。あと今、トムさんも話しましたけど、土を食べるという描写の面白さとかリアルさとか、うんうんうん、もともと前のショーのところにもね、この描写出てきたのが、はい、今度恋の病というか、恋によって、そういう、まあ、また戻ってきちゃったんですよね。一回治ったはずの癖が戻ってきちゃうとか、その辺の面白さっていうのはここインパクトがありますよね。そうですよね。その話も参加者の方からかなり結構出ましたね。あと気になった感想ありますかね。印象的だった感想とか。あとはやっぱり、まあこれは繰り返しで、今までも出てきていくことですけど、死者との距離感っていう話で、はいはいはい、こうプルデンショ・アギラールっていうもう特に亡くなってる人が、うんうん、まあでも死者だから何でも知ってるってわけじゃなくて、メルキアデスが、マコンドで亡くなったってことで、初めてマコンドで人が死んだっていうのをきっかけに場所が分かって訪ねてくるとか。死者のルールですね。うん、そう、死者のルールですよね。こんな話も。死者に気づかれる街になったんだっていうね、うん、ちょっと面白いですよね。ね。あとは、やっぱりウルスラとかピラルテルナっていう、この女性の頼もしさっていうか、うんうんうん、女性がしっかりしてるとか、あるいは、ピラルテルネラに関しては何でも男の言うことをこう受け入れてくれる聖母的な描かれ方をしてるよねっていうような、感想も出てましたよね。対比で言うとね、一方でこう男性が無邪気に、うん、相変わらずね、不思議なことを、うん、してたりですね、うん。例えば今回だと自動ピアノが来たのを、うん、なんかみんなで分解というかして、うんうんうん、せっかくいい音を奏でてたのに、変な音を流しちゃってるとか、はいはいはい、そういうところは相変わらず面白い、ね。面白いですね。他にありますかね。あとね、個人的にもさ、はい、僕の方で言うと、はい、一人の参加者の人が、この章は恋の話だったと。で、それは一度ね、全部読んだことがあって、うん、当時は結構流して読んでいたんだけど、うん、読んでたのかな？あ、当時は面白いと思って読んでたんだけど、うんうん、今回もう一回読み直したら、なんかあんまり、あんまり面白くないというか、心が動かなかったんですよね、って言いながら、うん、私に何かあったんですかねとかいう話をしていて、だからその読書自体の楽しみってそういうところだし、そうですね、所属とね、2回目、3回目、あと時間を変わって見える。ずらして読むっていうことの面白さ、みたいなことを話してくれてるのも良かったですね。ですね、うんうん。あとは、なんだろうな。あとは、なんか、こう、読みながら他の作品を思い浮かべたとかっていう話で、今回は何個か出てきましたね。そうですね。メルキアデスが、こう、臭かったり、亡くなってから腐ってってしまうっていう話が、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟のゾシマ長老を思い浮かべたりとか、あるいは、アウレリアーノが、すごい、まだ9歳、すごい幼い子供に恋をするっていうのが、ナボックのロリータみたいだとかっていうような話も出ていて、まあそういう、なんだろうな、まあ実際影響を受けてるかもしれないし、まあ仮に影響を受けてなかったとしても、そういう他の作品をこう思い浮かべるっていうのは、まあ、その文学読むのとしては、まあいい、面白い読み方だなと思いましたね。まあ、全体的に、ガルシア・マルケス自体がその神話とかのオマージュもね、してたり、まあそういう話も出てましたね。この死の描き方、最初出てましたけど。現実的な死と神話的な死があって、その、銃殺隊の前で立たされるのはすごい現実的なリアルな死として書かれるけど、他の人のは死んでも生き返って戻ってきたりとか、何度も出てきたりっていう意味では、神話的な死として書かれてるみたいな話も出てましたね。なんで、そんな感じですかね。じゃあ次回どんなお話にこれはなっていくんでしょうか、はい、次回は、まあ、今回アウレリアーノの恋はまだうまくいってないんですけども、うん、まあこれがうまくいって、まあ、結婚するんだけども、なかなかこう幸せに暮らしましたというふうにはならなくて、まあ、不幸があったりとか、そこから徐々にマコンドも、政治的な話が出てきて、まあ、戦争へと徐々に巻き込まれていくっていう話が出てきます。まあ、その中で、まあ、今はいない長男のアルカディオが帰ってきたりとか、あるいは、神父が来て、キリスト教の布教に勤めたりとか、そんな話が第5章では出てきます。なるほど。楽しみですね。はい。はい。というわけで、毎月大体第3土曜日のお昼ぐらいにやっております、友田トーンさんと100年の孤独をゆっくり読む。大体1年かけて、1年半ぐらいですかね。はい、ちょっとかな、かけて、
100年の孤独をみんなで読んでいきます。もうそろそろ我々もね、マルキスの魔術にハマってきてる頃なんですけども、ぜひ皆様も、一緒に読んでくれる方を募集してますので、途中からでも参加できますので、よろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。